栃木県日光市にある日光江戸村。一日遊んだらお腹が空いた。近くの店で食べて帰ろう。お、ここか。おかめ食堂。のれんには手打ちそばと書いてある。この時期のあったかいそば、いいじゃないか。と言いつつも唐揚げ定食を頼んでしまう俺。男はいくつになっても食欲に素直でいたい。しかしこの唐揚げ、すごい量だな。ビビっている暇はない。まずはこの時期冷めやすい味噌汁からいただこう。具はキノコ、わかめ、絹豆腐か。うまい。出汁が効いている。うん。まだ唐揚げはいかずに外側を攻めておくか。これは茹でてほぐした鶏胸肉とキュウリのキムチ和えかな。肉が入っているからこれだけで十分ご飯のおかずになりそうだ。刻み生姜とキュウリの漬物もあるぞ。よし、そろそろ本番といこうか。パリパリに揚げてあるタイプの唐揚げだな。部位はもも肉。ジューシーさはなくスナックのような食感だな。でも食べやすいかもしれない。苦手ってわけではないけれど、生トマトは早めに片付けておくか。俺はレモンは絞らない派だ。ご退場願おう。これだけの個数の唐揚げ、胸肉だったら少々きつかったかもしれないが、もも肉は最高のご飯のお供となる。唐揚げもそうだけど、地味にキャベツの量も多い。ここでソースを投入して一気に減らす作戦だ。よーし、だいぶ進んできた。おかずは多いが、ご飯の量が少ないからまだ胃袋には全然余裕がある。唐揚げとマヨネーズって本当に合うよな。うまい。最後まで箸の勢いは止まらないぞ。よし、ごちそうさまで。おっと、蓋に米粒がついていた。きれいに取っておこう。これでよしと。ごちそうさまでした。レモン残してすまぬ。